でこちら左手の方は、はいはい、山口先生は利き手が右手なの で、 そうです、利き手じゃない方の手は、うんうん、左手は、素の自分をの、まあ、本当のことが現れています。でこちらの方は、うん、まあ、特徴的としましてはこう変形のマスカケ線ですね、うん、変形マスカケ、はいはい、うん、マスカケ線というのは頭脳線と感情線が一本になった線なんですが、うん、まあ、感情線は感情線で、まあ、あります。それと頭脳線がつながって、まあ、一本につながっているという線ですね、まあ、で変形のマスカケと言ってます。で一本のマスカケ線ですと、あの別名天下取りの層と言われるくらい強い層なんですが、まあ、現代社会では、まあ、あまりそれほど強いということは周囲との軋轢もありますので、まあ、あの一本の強いマスカケ線じゃなくてよか帰ってよかったんじゃないかなと思います。逆にですか？はい、逆によかったと思います。でこちらの方が特徴的に、右手と比べて変わっ違うところがこのマスカケになっているところと、生命線、生命線こちらの方が綺麗に出てます、はい、すごく強い生命力を感じるんですけれども、なのでもともとはご自分はあの健康的な、健全な方だったと思いますが、やっぱりお仕事していく上でちょっと忙しすぎるのか、右手の方、社会に見せてる方の、社会に出てる方のご自分としてはちょっと要エネルギーが弱くなってなることもあるんじゃないかと思います、でこちらもやっぱりフォローする線も出てますね、やっぱり生命線で。あ、そうですか、こう出てますね、はい、でやっぱりでこちらの方の運命線は、もうやっぱり下の方からまっすぐにこう出てきてますね。でそれをこれはやっぱり人の助けを借りて、あのご自分 の、あの意思でこういう仕事をしていこうという意思で、あの強い意思で仕事を進んでこられたと思いますけれども、周囲の方からの支援もちゃんと受けてます。あ、はい、そうですよ ね、 そうですよね、助けていただいてると思います。そうです、そうです、人に助けていただいてやっぱり伸びてきてますね、でこちらの方はもうすでに中指の下までしっかりきれいに出てます。で多分ずっと引退しないで、多分もう体動かなくなるまでお仕事される方だと思います。死ぬまで現役は。はい、そうです、そうです、そうです、ね、こちらも本当に力強い手なんですよね、はい、なのでちょっとやっぱりこれを見て、強運の素晴らしい ご先祖様からのやっぱり ご家族ご加護もありますし、守られてる今日の手相だと思いますが、やっぱり、右手利き手の方の生命線が弱くなっているというところが非常に気になります。なので呪われてるんでしょう。呪われてはいないと思いますが、死ねと言われてる、そういうことではないです。手自体はあの健康的で綺麗で血色がいいので、そういうことではないと思いますよ、はい、ただちょっとちょっと例えば誰でも、いつでも絶好調でお仕事できるわけではないですから、弱ったの体調がちょっと優れない時とかはもう無理しないで休んだりとか、早めに休んだりとか、早めに病院に行ったりとか、されたらよろしいかと思います、今すぐどうこうということではないですけれども、取り立てて今すぐどうこうということはないので、ないので今後、もしちょっとでも不調を感じたら、まあ、自分で気をつけてください。やっぱりこの丘も大きいので、生命線がぐるっと回っている、ここの丘が大きいので、やっぱり身内血族ですね、ご自分のご実家の方の、はい、血族のお力もだいぶいただいていると思いますよ、はい、それ面白いで、ちょっと確認しづらいですけれども、仏眼ですかね。あ、仏眼ですね、そこですね、これ霊眼があると言われてます、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。あ、分かりました、はい、ドラゴンパレスで占いで手相を見ていただいている銀さんでした、金曜日にいらっしゃるんですね。はい、そうです、金曜日です。じゃあ希望者はぜひ皆さん見に来てください。